シュテットバングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州シュバーベン行政、関区のオストアルゴイ軍に属す、町村であり、ベステンドルフ行政共同体を構成する、自治体の一つである。シュテットバングは、アルゴイ地方に位置する。この町は、公式には5つの地区からなる。シュテットバングは、帝国自由都市カウフボイ連に属した。1803年の帝国代表者会議主要。 決議以降はバイエルンに属した。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の市町村例によって現在の自治体が成立した。1971年、それまで独立した町村であったリンデン、タールホーフェン、ライヒエンバフ派が自由意志によりシュテットバングに合併した。1978年にベステンドルフ行政共同体に加盟した。町長は クリスティアン・シュレーゲルである。図柄上下に分割。上部は赤字に6本の突起がある金の星。下部は青字で、底部から突き出した金の修道院長図へ。上下の分割線に被せて、ヤシの枝と下向きの銀の剣が斜め十字に組み合わされている。シュテットバングの教会の天井がシュテットバングのバロック教会は、ショービースとも呼ばれる。 その建造には有名な芸術家が関わっている。壁画は、ケンプテンのフランツ・ゲオルク・ヘルマンの作である。化粧漆喰は、ベッソブルーンのフランツ・クサバー・ファイ・ヒトマイヤーの作品である。主催団の制作者は、エギディウス・フェアヘルストとその息子・プラギディウスである。ありがとうございます。